ヨガ専攻4年のヤン・ヒョインです。2年生まではずっと平面作品をして、3年生からになっては平面と立体を一緒にしています。今回は睡眠と夢のテーマで、眠り、私の眠りという作品が自画像のテーマで合うと思って出展しました。私は睡眠は人間の生活において最も重要な、活動の一つだと思います。この木炭紙に描かれたのは、寝ている間に私のもがきを動画で撮影して描いた絵です。寝ている間に私の体がどう動くのか、体の動きによって布団の形がどう変化するのかについて描きました。そしてこの立体作品は「夢の家」という作品ですが、引き出しでドアを開けると私が見た人形の家が見えます。この作品を通じて睡眠に関する各自の経験を思い出してみればいいなと思います。女子美術大学は女の子しかいないので、楽な感じで作業ができます。個人個人個性が強いので、自分が好きなテーマで作品を作業できるのが女子美ならではだなと思います。女性らしさとか男性らしさというのは、ちょっと固定観念にとらわれた表現で、偏見がある単語だと思います。今は個性を重要視する時代ですので、自分が好きなことを調べて自分らしさを表現できる方法があれば、それで十分だと思います。作品を作る時には、私は経験が一番重要だと思って、経験から出る雰囲気とか、この時に感じた感情を作品に見せるのを認識しています。私が日常生活をしながら受けた経験を作品に富み込ませるって感じですかね。私は1年2年生はコロナのため2年間オンライン授業をしてて、3年生に日本に初めて来て、これが初めての展示ですので、女子美展のように学生のための展示会が開催されたらいいなと思います。卒業したら大学院を行く予定で、いろんな展示会を参加したいです。ヨガ専攻1年生の大成です。作品はほとんど油絵です。今は、抽象的なものを具現化にするのを研究しています。自画像とは自分自身を描くこと。それは顔や体だけではなく、自分が考えているところ、精神的なところもまた自画像だと思います。今回は3枚の作品を出展しました。
サーモグラフィーをイメージにした作品、もともと描いた顔を潰した作品、自分が自分の顔を見て描くのはちょっとだんだん自分が見えなくなってしまいまして、それを絵の具で潰しました、はい、あとは、自分が考えるところを手に通じて作品にするプロセスを具現化にした作品です。上になんかグニュッとしてるやつは、自分の考え、真ん中のは手で、考えが手を通じてどんどんどんなんか絵の具になったりしてきます。大学がなんか安心して作品を作れる 場をちょっと与えてくれて、全身全霊で作品を描くことができて嬉しいです。アトリエだと広い場所がくれて、それに一緒に作品を一生懸命作るクラスメートとかはとてもありがたいですね。他の人の作品を見たり、なんかアイデアとか与えてくれて嬉しいです。女性らしさや男性らしさは、性格や生理的で決められることではなく、社会から与えた、役目とかに決められることだと思います。例えば女性は家庭や育児など関連する役割が多いので、だんだん優しさや母性が身につくものです。男性では、仕事や、経済的責任があるため、向上心とかが必要となってきます。書いてる時はあんまり女性らしさを意識してなくて、むしろあんまり女性らしい絵とか言われたくないですね。女流画家というタイトルをつけられるのは嫌で、男性と同じ立場で活動していきたいと思います。私、美術作家に目指して、女子美に入ったので、美術作家になるためのキャリアサポート授業があればいいなと思います。どの学年にどんな活動をするべきか、どうやってギャラリーに自分を売り出すのか教えてくれる授業が欲しいです。洋画専攻1年の米山志乃です。主に油絵を制作していて、今まで人物画をたくさん描いていました。女子美ポートレート ということでしたので、そのまま自画像という意味を組み込んで自画像を制作しました。まだ1年生で、入学した直後すごく不安だったんですよ。みんながすごく絵が上手くてついていけるのかなって思ったりして、自分の絵を見てなんか笑われてるんじゃないかっていう、なんかすごい疑心暗鬼な不安になってしまったんですよ。でその心境だったので、このような作品を描きました。半分顔がピエロになってるんですけど、疑心暗鬼な自分がなんかすごく滑稽だなって思って、もうそんな自分にならないようにしようってことで今回この制作に至りました。女子美術大学に入ってからもうすごく一番思ったことが、コミュニケーションがすごく取りやすいってことで、友達も教授もすごくなんか話しやすくて、こういう作品が描きたいんですよって言ってもすごく肯定してくれて、もし実現が難しい作品でしたら代替案出してくれて、制作にすごく協力的でいいなと思いました。アイディアスケッチっていう、なんか制作をするにあたって覚え出したものを描くっていう時間があるんですけど、その時に教授とか友達とかが私のところに来てくれて、あ、この作品案いいねとか、もっとこうしたらいい作品になるよっていうアドバイスをしてくれます。すごく肯定的ですので、すごく自分でも自信が上がりますし、すごく刺激がたくさん受けられて、制作活動が楽しいなって思えるようになりました。最初は女性らしさとか男性らしさという質問を受けた時に、どんなに考えてもよく分からなくて、
おじいちゃんとかが短髪の女性とかメイクしてる男性とかを見て、あ、なんか変だなっていうことを言うんですけど、自分が生まれた時からもうネットって結構発達してきてて、インターネットでもメイクをしている男性の動画とか短髪の女性の動画とか出てきたりするので、あんまりなんか不審に思ったりしないんですよ。ですので、なんかそういう言葉の意味が、そうですね、わからないというか、ちょっと馴染みがないって感じですね。客観的に見てもなんかあんまり思わないですかね。油絵で自画像とか人物画を制作したりするんですけど、モデルの方の表情とか雰囲気とか、友達だったらいろんなことを話して分かり合ってから制作するとかいった、そういうのを重視して制作しているので、女性らしさ男性らしさよりはその人らしさとか自分らしさを重視しているかなって思います。今回初めてこの展覧会に参加させていただきたいのですが、こういった展覧会とかをもうちょっとそうですね、開催していただきたいですね。女子美声の作品ってすごく面白いので見たいっていうのもありますし、自分の作品も世に見てほしいなっていうのもあって、そういった機会をぜひもっと作っていただけたらなって思います。